2021年が始まってもストーリー福里真一出演遠藤森也7月24日は気が遠くなるほどの長い年月をごく普通の日として生きてきた。祝日でもなければ大きな歴史的事件が起きた日でもない。語呂がいいわけでもキリがいいわけでもない。ただひたすら平凡な7月24日。7月24日本人はその日が谷崎潤一郎の誕生日であることを密かな誇りにしていたが、いかんせん地味すぎる。そんな7月24日の運命がある日突然変わった。東京で行われる4年に一度の世界的なスポーツ大会の開会式の日に選ばれたのだ。どうしてこんな何の変哲もない日が選ばれたのか。それに東京の夏はスポーツをするには暑すぎるというのに。しかし7月24日はあれよあれよという間に特別な日になった。ニュース番組やスポーツ番組で繰り返しその名が呼ばれた。特別措置法により急遽国民の祝日になることも決定した。7月24日はその間もずっと冷静さを装っていたが、内心は違った。ふわふわと常に3センチぐらい宙に浮いているような気持ちと同時に、こんなことが起きるはずがない、きっと最後にはどんでん返しのようなことが待っているに違いないという予感も持っていた。彼にはあまりにも長い間の普通の非根性が染みついていた。そしてそれは起こった。スポーツ大会が1年後に延期されることになったのだ。延期された開会式は2021年の7月23日に決定した。7月24日は気がつくとまた普通の日に戻っていた。あまりにもあっさりと。彼にはなんだかもてあそばれたような気分が残った。2021年が始まっても今一つやる気が出ないらしい7月24日に、今1月4日がどんな慰めの言葉をかけようか迷っている。君はもう決して普通の日なんかじゃない。本当は開会式が行われるはずだった日なんてなんだかドラマチックだよ。一生話せるネタができたじゃないか。あるいは、僕も1月4日という1年の最初の普通の日として長年生きてきたけど、普通の日こそ味わい深いものだと思うよ。おせちはずっと食べていると飽きるけど、普通の日には飽きが来ないからね。7月24日にはどちらの慰めの言葉が効果的なのか。1月4日はまだ迷い続けている。